私たちがブレインブラザーズです。ね、私が夏山でございます。友達です。私たちは人間に不可能なんてございません。はい。それを私たちが実証してみせましょう。ね。実証してください。あなたもやるんですよ。はい、頑張ります。今回はこのテーブルクロス抜きです。うわ、いいですね。これよ。これできました。先生。はい。これあの重心がですね。はい。高いんで難しいんですよこれ。だからやるんです。お疲れ様ですか。だからやるんですよ。わかりました。はっ、いきます。頑張れ。できるできるできる。すごい。先生、これを入れちゃいますよ。入れるんすか。はい。このようにやると精神的プレッシャーかかりますからね。しかもクロスはこれ1個ですからね。絶対に見せるなよ。よし、ゲッツ。いきます。あ、できるかな。頑張るなよ。友美先生、もう一回やりましょう。はい、大丈夫。友美先生、マジか。あなたはできる。できる。できる。あなたはマチャーキになる。マチャーキになる。できる。できる。できる。それじゃあ友美先生、お願いします。いきます。先生、先生何言ってるんですか。先生もういいでしょ。コップと皿。いや先生、先生2つできるっすよ。え、お茶入れる。あ、な、何言ってたんですか。先生、先生置いてください。え、花瓶も入れない。え、何ですか先生。先生花瓶もやるんすか。いやー、おい、無理無理無理。これは無理。無理無理。先生大丈夫。先生口数減ってるっすけど大丈夫です。行きましょう。行ってください。できる。できる。先生、もらいな、もらいな。先生、できる。できるか。できる。行きます。お願いします。ちょっと待ってください。行きます。いやでもね、やっぱり心配なんだよね。一緒にいてくんないかな。ダメだって。女を一人で呼び出して、うん、男が一人で待ってる。それで告白するから恋っていうのは成就するんだよ。でもやっぱり心細いよ。違うよ、面と向かってバーンって言えば彼女の胸にドーンと響くわけだよ。バーンってドーンか。でもなあ、カメラ来た来た来た。なんか一番見られたくないやつに見られたような気がするけど。お、縦笛吹いてるぞこいつ。高校生なのに。笛のせい、笛のせいにしてるよ。そんなことよりもよ、今日は告白に来たんだから、うん、な、頑張れよ。いやでも一緒にいてくれよ、頼むよ。来たんじゃねえか。何話って。頑張れよ。して。私時間ないの。僕え、僕君のことが好きだ。
その好きだじゃダメだよ。あ、落ち込むなって。いろいろあるんだよ、恋愛っていうのは。残念でした。おい、なんだお前。見事なまでに完敗でしたね。そういうこと言うなよ。大丈夫か、あの。へえ、そんなにあの子のことが好きだったんですか。いいか、お前このこと人にチクるなよ。こうぜ。それはどうだろう。あ、すぐ暴力ですか。暴力で何事も解決するのでしょうか。いいか、チクるなよ。あの、大丈夫か、行くぞ。やっぱり無理だったんだ、最初から。後の祭りとはこのこと。いいか、もう流れなくなったらチクるなよ、下に。僕が放送部だということを忘れてしまう。絶対チクるなよ、ゴーゼ。いろいろあるんだよ、恋愛は。へえ、そんなにあの子のことがね。でもあの子もどうだろう。じゃあゴルフの練習場は近くなるね。うん、タイの転校手続きでしょ。転校前に告白。先生にご挨拶した方がいいわよね。はい、好きなやつでもいるのかも。とか前向きに考えましょう、お父さん。でもリハウスしたら素敵な人いるかもね。続きはリハウスのお店でお話しください。どうだ、今度の家はこんなに広いぞ。へえ、庭もこんなにあるんだ。よかったね、てる。町内会の決まりで犬飼っちゃいけないことになってるの。大丈夫、黙ってれば分からないもん。犬ってさ、匂いで分かっちゃうでしょ。毎日洗ってれば大丈夫なんじゃないの。でもな、規則は規則だからな。うん、仕方ないか。かわいそうだけど置いてっか。ケケ、うん、大丈夫大丈夫大丈夫。ダメ、あいつはね、強いやつだよ。一人でだって生きていけるさ。私の目の黒いちゃ好きなのにさねえからな。じいさん白いよ。ねえ、白いよ、じいさん。まったく都会もの格好しやがって、バカたりが。じいさん、畑出るよ。よし。じゃあ、ばあさんから立て。ハンドルつけてこう立たなきゃな。行くぞ。ばあさん、マジで大丈夫かい。今は撃ったぞ。ばあさん。ばあさん。わしが立つからよく見とけよ。背中出てるけど、ちょっと上がるぞ。いや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 。いや、その人たちいた。こっからじゃ、ばあさん。いや、いや、いや。ほら、ほら、ほら、ちゃんと着替えて、ほら、行くよ。あ、じゃあ行くよ、ほら、もう。まだまだ、あの。紅茶飲んでから、せっかく入れたばっかりだから。おばあちゃん気をつけてね。飲んでから行きましょう。おめえたちも働かなきゃダメだよ。入れたばっかりだから、アールグレーだから今日特別に。アールグレー、わけわかんないこと言うなよ。おめえはよ、まったくよ。いや、おじいちゃんにはほらいつもオレンジベーコン入ってるんだし。わかんないこと言うんだよ。おい、ひげ剃るなら剃ってこいよ。もう変な話し方。飲んでから行こうったのに。ほら行くよ。おじいちゃん、畑にマムシおったりな。次は畑の中でお話しください。